オーランドはカリフォルニア州グレン郡の市である。人口は2010年の国勢調査で7291人であり、2000年の国勢調査での6281人から増加し、オーランドはグレン郡で最も人口が多く、最も急速に成長している市である。オーランドはミローズの16マイル北に位置し、標高259フィートである。 週間高速道路5号線がカリフォルニア州を通る区間はダウンタウンエリアの西を通過し、修道32号線はダウンタウンを通過する。b シティのメンバーであるオーランドは軍の農産物として、この地域での女王蜂の生産が活発なため、北米の女王蜂の中心地となっている。国立蜜チ探索センターがオーランドに建設される予定である。 毎年恒例のイベントには、6月の女王八祭りと10月のオクトビーフェストがある。アメリカ合衆国統計局によると、都市の総面積は3.0平方マイルで、すべて陸地である。オーランドはサクラメントバレー北部に位置する地方の農業の町で、ある。週間高速道路5号線が町を交差している。サクラメント川が、 オーランドの10マイル東とブラックビュートこの8マイル西を流れている。ブラックビュートコダムがオーランドアーチの約0.5マイル北を流れるストーニークリークへに流している。欠片の気候区分によるとオーランドは地中海性気候である。気候地図では草と略記される。オーランドは1909年に成立。オーランド発の郵便局が1916年に開設。 1908年にオーランドはニューランド開拓法によって認可された新設の米国開拓局最初の灌えプロジェクトの一つであるオーランドプロジェクトの名前そのものである1910年のイーストパークダムやその他の地域のダムは依然として農業用灌え用水を供給している第二次世界大戦中オーランドはパイロットの訓練に使用された飛行場として 米国陸軍によって選ばれた。オーランドで使用された航空機にはボーイング B-17 フライングフォートレスがある。オーランドでは映画のパイロットや航空機乗務員の訓練シーンがいくつか制作された。厚い鉄筋コンクリートの大きな正方形で構成された飛行場のほとんどは現在グレン軍が運営する民間空港である。オーランド駅は 南太平洋鉄道沿いに存在していた。ロサンゼルスからシアトルまでのアムトラックコーストスターライト路線は1974年から1982年まで毎日街を通って運行していた。2017年、審議会はアメリカの b e ティに加盟し、地元で所有されている商業養蜂場に並ぶもののない女王蜂の生産により、自らを 北米の女王鉢の首都と宣言した。2010年の国勢調査で、オーランドの人口は7291人だった。人口密度は平方マイルあたり2453.8人。オーランドの人種構成は4828人の白人、37人のアフリカ系アメリカ人、122人のネイティブアメリカン、208人のアジア人、1人の 太平洋諸島系人種1833人の他の人種及び262人の2つ以上の人種ヒスパニックまたはラテン系の人種は3269人国勢調査によると7280人が世帯で住んでおり6人が施設外の団体地区に住んでおり5人が施設に入っている2515世帯があり 1074世帯は18歳未満の子供が住んでおり、1280世帯は同居している異性の夫婦であり、377世帯は現在夫のいない女性の世帯主がおり、147世帯は現在妻がいない男性の世帯主がいる。191組の未婚異性のパートナー関係があり、7組同性結婚のカップルまたはパートナー関係があった。 五百八十三世帯は一人であり、二百七十二世帯は六十五歳以上で、一人暮らしをしている。平均世帯人数は二点八九だった。千八百四の家族があった。家族の平均人数は三点四二人だった。年齢分布は、十八歳未満が二千二百九人、十八から二十四歳が七百四十二人、二十五から四十四歳が千八百七十五人、 45から64歳が1608人、そして65歳以上が857人。年齢の中央値は32.0歳。女性100人ごとに対して男性は96.6人で、ある。18歳以上の女性100人に対して男性は92.1人。平方マイルあたり344.9。 経平方メートルの平均密度894.9個で2659個の住宅があり、そのうち2515個が占有されており、1459個が所有者、1056個が賃貸人だった。住宅所有者の空室率は2.2%、賃貸空室率は 4, 3.5%、4235人が持ち家に住んでおり、3045人が 賃体住宅に住んでいた。2000年現在の国勢調査では、市内には1568の家族を含み2190世帯に6281人が住んでいた。人口密度は平方マイルあたり2481.2人、2309個の住宅があり、平均密度は912.1平方マイル。都市の人種的な構成は、 白人59.87%、黒人、または、アフリカ系アメリカ人0.59%、先住民1.56%、アジア人1.89%、太平洋諸島系0.18%、その他の人種24.10%、及び2つ以上の人種3.81%だった。人口の45.26%がヒスパニック、または、 ラテン系である。2190世帯のうち41.2%に18歳未満の子供が住んでおり、50.6%が同居している夫婦、13.9%が夫のいない女性世帯主、28.4%が非家族だった。23.3%の世帯は一人であり、12.9%は65歳以上の一人だった。 平均世帯人数は2.86であり、平均家族人数は3.36だった。18歳未満の年齢分布は32.6%、18歳から24歳は9.8%、25歳から44歳は27.4%、45歳から64歳は17.1%、65歳以上は13.2%だった。 年齢の中央値は31歳。女性100人に対して男性は96.6人。18歳以上の女性100人に対して男性は93.3人。市内の世帯の平均収入は27,973ドルで、家族の平均収入は32,792ドルでした。男性の収入の中央値は32,68ドルで、女性は21,625ドルだった。 都市の一人当たりの収入は12,486ドルだった。家族の約12.7%と人口の19.0%が貧困線以下だった。18歳未満の25.2%と65歳以上の6.7%が含まれている。衆議会においてオーランドは共和党ジム・ニールセンが代表する第4上院選挙区であり、共和党 ジェームズ・ギャラガーが代表する第三上院選挙区である。連邦においてオーランドは民主党、ジョン・ガラメンディが代表するカリフォルニア州第三、米国議会地区である。ありがとうございます。